写真拡大。広島 DeNA 20日、松田スタジアム。広島長野が先発のケイ・ジョンソンを守備で救った。2回、西一塁の場面で柴田の打球は左中間を襲った。抜けてしまえば失点は免れない場面で長野は飛び込んでキャッチ。こぼれ落ちそうになるボールを体全体で抱えるようにして離さなかった。ケイ・ジョンソンも頭の上でグラブを叩いて長野を称えていた。8月に入ってからは試合前の時点で月間打率が339、3本塁打、10打点と夏男になっている長野。守りでも存在感を示した。ケイ・ジョンソンは3回は一矢から梶谷の打球を捕球した堂林が一塁に悪送球したが、続く宮崎の打球を堂林は正確にさばいて5-4-3の併殺完成。左腕はマウンドで堂林とハイタッチを交わし、ベンチへと戻った。